つぼみとさとみの今夜もつやつや。はい、また今日がやってきました。はい、お詫びです。はい、ちょっとお詫びですね。訂正です。はい、10月6日放送したものなんですけど、ちょっとね、タヒチでダイビングをした話、私したんですけど、その時にランギロアっていう島に行ったのに、ランギリアって言ってたみたいでした。ごめんなさい。なんかね、喋ってる時にちょっと違和感あったんだけど、その時なんか思い出せなくて、後から思い出しちゃいました。はい、はい、ここちょっと訂正させていただきます。はい、正しくはランギロア島ですね。はい、そうです。はい、で、ちょっと話変わって、その、先週か、放送した次の日に地震あったじゃないですか。はい、ああ、地震怖かったですね。怖かったよね。久々に大きくて。ね、久しぶりにすごく揺れた。うんうん、そう、何してました？私ね、うん、お風呂に入る前でお風呂が沸くのを待ってたんですよ。で、なんかぼーっと、このソファーに座って。例のソファーで。そうそう、ビーズクッションの上にね、座って、テレビをね、こう、ぼーっと眺めていたんですよ。うん、そしたら急にグラグラグラって来て。来ましたよね。うん。動けず。一歩も動けず、じーっと、ただ、待ってました。終われ、終われ、止まれって祈りながらね。ダメだよ、それ。ダメダメ、危険、危険。そう。まずは、うん、ほら、落ち着いて、その、うん、ビーズクッションをかぶるとかさ。あ、ね。そうだね。そうだよ。上から何か落っこってくるかも。そうよ。そうよ。素晴らしいじゃん。素晴らしい。役に立ちますよ。そう。ね。でもちょっと重くて潰れちゃうかもしれない。重すぎて。そうなのか。まあね、今だから笑ってられるけどね。うん、ちょっとね、ちょっと落ち着いて、例えば火を消すとかさ。うん、うん、そうですね。そう、ドアやね、うん、窓を開けて逃げ道を確保するとか、うん、うん、そう、なんかね、頭では考えたんだけどね、うん、そういうこともね、うん、あー、どうしたらいいんだろうと思って。やっぱりとっさにはできないよね。私はちょっと、たまたま机の上で、うん、ちょっと勉強してたので、机の下に潜りましたね。あ、潜りましたか。潜った。まあ、そんなに長くなかったからね、すぐは良かったけど、うん、ね、改めてちょっといろいろと考えなきゃって思った瞬間でしたよね。そうですよね。私ね、食器棚を眺めました。眺めちゃう倒れないでと思って、倒れないで、ああよかった、倒れなかったみたいな、思ってただけじゃね、ちょっと気をつけて、ね、動かないと行動しましょう、はい、はい、皆さんはどうだったかしらね。ねえ、うん、はい、ではね、そろそろ本日もスタートしたいと思います。はい、この番組は FM88.7 メガヘルツ、携帯アプリではレディモ、インターネットではサイマルラジオの JCBA からもご視聴いただけます。と、早速コメントを紹介したいと思います。うん、あ、はい、ありがとうございます。と、ラジオネーム同棲生活2年目さん。おー、いいじゃないですか。ありがとうございます。一緒に暮らし始めた時は、野菜が好きな私と、野菜は全くダメでお肉ばかりの彼と、いつも何を作るかすごく悩んでお料理が苦痛でした。はい、でも、ある時、彼からの提案で、一緒に味見をしながら作ったり、一品はお互いの好きなものを作ることにしました。うん、そうすると、ストレスがなくなって、とってもいい感じです。ああ、いいね、うん。食って大事だよね。そうですよね。うん、カップルだと特に好みが合わないと喧嘩のもとにもなる。ね、うん、うまくね、いってよかったですね。よかったね。一緒に食べてさ、うん、なんか、片方が嫌いで、うん、何これとかって言われても美味しくないし。そう、うん、そうなんですよね。あ、これはいい。彼がちょっと素晴らしい人だったね。そう。私もね、うん、お肉しか食べない人と、うん、
結婚してたことがあって、うん、野菜が食べれない。そう。野菜が食べれない人で、はいはい、太ってたんですよ。太ってるから、うん、ね、野菜食べなきゃダメだと言って、うん、なんか無理やり食べさせてたような感じで、ちょっとよくなかった、なんか、うん、反省？そう、反省。ちょっと遅い反省だけど。うん、遅いけどね。これを読んで、うん、偉いなと思って、こうね、両方がうまくいくようなね、そうだね、アイデアを出さなきゃですね。うん、やっぱりね、うん、ダメだよ、食べなきゃってなっちゃうもんね。うん、うん、ね、強要したりとかね。そうそう、無理強いは良くないですよね。良、うん、くないよね。まあ、これは彼が素晴らしかったね。うん、素晴らしい。はい、ありがとうございました。次は、ならを。うん。はい。はい。もう一方。はい。いらっしゃいます。ありがとうございます。ラジオネーム、バニーバニーさん。はい。太ることを気にしている私は、ダイエットばかりしていて、糖分を極力控えていました。はい、はい。しかし、今の彼は、とにかく何でもとっても美味しそうに食べます。うん、私が残したものでも食べるのに、全く太っていません。そう、彼はスポーツマンなんです、うん。仕事の後にジムに行ったり、休日の朝は走っています。とにかく体を動かす人です。ある日、私は彼のアイスクリームを一口食べた時の最高の幸せ感と、そのすぐ後にやってくる最高の罪悪感で落ち込んでいました。わかるわかる。そうすると彼はジムに連れて行ってくれました。あ、2人で体を動かした後に彼が言ったのは、うん、美味しいものは美味しく食べて一緒に体を動かそう。その一言で私は食べる喜びと最高の彼に出会えた喜びに今でも幸せです。すごい、素晴らしい。素敵な話ですね。本当だね。これも私たちの番組にぴったりのコメントありがとうございます。ね、艶っぽいお話を。ね、これ、両方とも、同性生活2年目さんも、バニーバニーさんも、うん、彼がすごいね。提案してくれてね、うん、いいアイデアをね。いいね。あ、こういう彼いいじゃない、うん、いいですね、うん。優しいですね。優しいね。私思い出したんだけど、うん、昔ね、付き合ってた彼に、私が太ったらどうするって聞いたことあるんだよね。そう。そしたら、走ろうって言われたことがある。無言で、なんか走るのに連れていくって言われたことがあるな、そういえば。彼は走ってる人だったんですか？全然走ってなかったけど、全然太ってなくて、どっちかというと筋肉質っぽい感じだったかな。うん、うん、うん。多分私の方が走ってたんじゃないかな。やっぱり太ってるのは嫌なんだ、嫌だったんですね、彼は。そうなんだろうね。言ったことはないけどね。うん、言われたこともないけど、でも多分嫌なんだろうね。ね、うん、無言で走るのに連れていくっていうことはそうだよね。ねえ。うん。ああ、いいな。二人とも幸せそう。うん。だってアイスクリームも美味しいもん。ねえ。美味しい。本当だ。そう。ねえ、うん。アイスクリーム食べたいよね。食べたい。食べた分だけ。そう。うん。そうですよ。女の人はどうしても気にするけど、罪悪感はあるよね、食べた後。うん。そうですよね。そう。ああ、これはいいなぁ、うん。ちょっと私も、なんかね、うん、今日は頑張ったからそのご褒美にとか思っても、でも、やっぱり後悔するんですよね。わかるわ。失敗した。そう、食べなきゃよかったってね、この一口があってね。そうそうそう。まあ、秋はさ、そういった後悔と、うん、幸せの繰り返しかもしれない。そうですね。ね、ちょっと美味しいものは食べたいから、私もスポーツしようかな。うん、うん、そうですね。スポーツ、ね、頑張りましょう。うん、はい。じゃあね、ちょっと、はい、今日の一曲目なんですけど、はい。はい。ちょっと久しく、私の好きなレゲエをかけてなかったので、かけていいかしら。そういえば、そうでしたね。いいですか、はい、ちょっと優しい、ソフトな。うん。感じでいきますね。ソフトレゲエで、はい、ジャネット・ケイさんの So Amazing っていう曲を。
かけたいと思います。はい、お願いします。はい。では、後半です。はい。コメント。あ、まだいただいてるんですね。もう一つ読みたいと思います。はい。シェリーメイ、ダッフィーラブさんから。はい。いつもありがとうございます。つぼみさん、さとみさん、こんばんは。こんばんは。10月に入り、残暑ですが、はい、紅葉前線は東北ですね。その後は関東、楽しみです。つぼみさん、さとみさん、秋の味覚何か食べましたか？うん、僕は香水で、みずみずしい、甘い、美味しい梨とラフランス、美味しく食べましたよ。ほくほく、炊き込み、栗ご飯も食べたいです。あ、いいですね。梨、美味しいよね。ねえ、私も梨食べましたよ。なんだろう、なんだか放水か何かわからないけど何か梨食べました。この間美味しかった。サクサクしてみずみずしくて、うん、今の梨最高。うん、美味しい美味しい。うん、栗といえばね、私今日ちょうど栗を料理してたんです。料理じゃないな、料理前の作業をしてて、明日栗ご飯にしようと思って。あ、栗を剥いてちょっと指切っちゃいましたね。硬いもんね。包丁できるんでしょ。そう、包丁でね。この間もなんか言ってたね、うん。まあでもね、うん、明日美味しい栗ご飯私も作って食べたいと思います。うん、あ、楽しみですね。楽しみですね。秋はいいね。栗ご飯人気ですよね。だよね、うん。そういえばね、ちょっと栗とはちょっと離れちゃうんだけど、昨日かなニュースで見たんですけど。なんかモフモフカフェって知ってる？知らないですね。聞いたことない。モフモフ、モフモフ、なんか柔らかい、うん、あ、そうそうそう、なんか猫とかいるんじゃない、ね、猫とかさ、犬とかさ、うんうん、こうモフモフした感じじゃないのかな、うん、そう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 、もうまさしくそんな感じなんだけど、ね、うん、上海のお店ね、中国の上海のお店で、おしゃれな通りの一角にあるお店の、うん、本当に殺風景な壁の一面に30センチ×15センチぐらいの穴が開いてるんですよ。そう、その穴の中からなんと今つぼみさんが言ったモフモフした手が出てくるんです。着ぐるみの手、うんうんうん、が出てきて、でそこから何をもらうかというと、うん、コーヒーなんですよ。要はテイクアウトのコーヒーが出てくる。テイクアウト、うん、そう、外にも椅子とかも一切ないのね、うん、本当にテイクアウトだけのお店で、うんうん、そう、顔が見えなくて手だけが出てくるってこと？そう、そうなの、そうなの。へー、うん、でそれがね、すごくいいなって思ったのが、うん、まず、注文が QR コードでスマホで注文するらしいのね、うん、で、まずそれだけじゃない？で、決済もスマホでできるじゃない？はいはい。そう。うん、で、穴の中から手が出てきて、いただいてっていうだけ、うん、だけじゃなく、うん、実は、その中で働いてる人たちが、ね、6割の人が耳が不自由な人なんですって。そう。だから、会話はできないけれども、そうやって、なんていうのかな、ちょっとしたアイディアで、3つができるっていうか。ああ。で、それがとっても人気があって、もうすごい並んでるのね。2時間待ちとかあるんだってよ。へえ。で、出てくるのも、そう、おしゃれな容器に入ってて、インスタ映えがするのね。すっごいいいアイディアだと思わない？すごいですよね。うん、忙しいと。かわいいですよね。もふもふの手でコーヒー出てきたらね。そう。で、こう、たまに手振ったりとかしてて、うん、あ、なんかすごい素敵だなと思って。日本でもできればいいのにね。ね、そうだよね。原宿とかできたら人気が出そう。うん、ね、ね、うん。今ほら SDGs とかってね、よく言われてるから、
働きがい、そのね、耳の不自由な人たちでも、私たちと同じぐらいの働きがいがあると思うので、それぐらい忙しいと。そうですよね。そうですよね。うん。すごいいいことだなと思って。ちょっと感動しました。ね、アイデアで、なんかね、できるんですね。ねえ。ちょっと経営してみたくなっちゃった。ですよね。うん。私、地元の図書館に時々行くんですけど、そこにも、あの、耳の不自由な人たちがやってるカフェが併設されてるんですよ。でもそこは筆談でね、ちょっとできるんだけど、なんかもうちょっと、あの、なんていうのかな、日の当たるところで本も読んだりできるので、もうちょっと宣伝したらいいのになーって、すごくいいのになーっていつも思ってたのね。でも、ちょっとしたアイデアでこんなことができるんだと思って、すごく。そうですよね。なんかもっと、ね、そうやってみんな平等に働けるようなね、ところが増えるといいですよね。ね。まあ、そんな素敵なお話をしてみました。はい。ではね、ちょっともうね、お時間なんですけど、はい、今日の2曲目。はい、何にしよっかなー。はい。じゃあ、はい。青山テルマさんの、そばに、そばにいてね。いるね。そばにいるね。いるね。そばにいるね。いいじゃない、いいじゃない。ね、ちょっとね、しっとりと聞いてみましょう。はい、お願いします。はい。青山テルマさんのそばにいるねでした。はい。うん。あの、さっきの話にちょっと戻るんですけど、耳の聞こえない方のお話ね。はい。昔、ちょっと手話を習ったことがあるんですよ。あ、そうなんですか。そうなの。でも、私も習った。あ、本当？私も習いたいと思ったことないんだけどね。ね。ただね、私、できたらいいなって。だったの。うーん、なぜかというと、週に3回ぐらい行かなきゃいけなくて、そう、でも仕事が当時忙しくて、1回とか2回しか行けなかったのね。そうするとね、だんだんこう追いつかなくなっちゃったんだよね。そう。で、だん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 みんなとこう差が出てきてしまって、とうとうね、挫折しちゃったんですよ。ああ、ありがちですよね、習い事ってね、そういうのがね、なかなかちょっとね、行けなくなっちゃう、行けない日が続いちゃうとね、どこでなんか、ただね、ちょっと面白いことがあって、その勉強でやるのは、まあ、普通の勉強だったんですけど、その後にね、その時に講師に来てくださってた、先生というか、お手伝いにして、男性の方がいて、終わってからよくね、何人かで飲みに行ったんですよね。そこで教えてもらう手話が、すごく楽しかったんですよ。また授業とは別の？そうそうそう。例えばね、男女のお話で、気に入った女の子に手話でどうやって口説くかとか。そっか。手話で口説くんだもんね。口説くのもね。そういう話をね、具体的にね、面白おかしく教えてくれる人だったので、それが楽しかったな。例えばどんな言葉とか。例えばさ、すごく気に入った女の人がいて、その人を誘うときに、今度一緒にご飯食べに行こうよとか。あ、そういう手話でね。その方の奥様も、やっぱりろう者から、出会いの時のお話とかね。そういう具体的な話の方が、なんか覚えるじゃない？ああ、覚えやすいですね。そうそう。その方がね、なんか忘れないっていうかね、あと後でもね。ね。まあ、とはいえ、忘れちゃったけどね、もうね、ほとんどね。自分の名前と、おはようとか、明日勉強するよとか、まあ本当に簡単なことしか覚えてないけど。ね、できたらいいですよね。いいよね。コミュニケーション取れるとね。はい、じゃあそういうことで、ちょっと今日も終わりの時間になりました。はい。
また皆様からのコメントを募集しています。はい、お願いします。面白いコメントを送ってください。はい、お願いします。スポンサー様も大募集しています。はい、過去のトークはラジオ川越公式 YouTube にもあります。ちょっと遅れていますが、よかったら聞いてくださいね。はい、ぜひお願いします。はい、携帯アプリではレディモに表示されている番組名のつぼみとつぼとみ今夜もつやつやをタップしていただくとツイッターにそのまま飛ぶこともできます。そしてそのままレディモにコメントを書いていただくこともできます。この番組のお相手はもっとアラフォーアイドルのつぼみと時々和太鼓奏者のさとみでした。